というわけで、明日の訓練はテレビの生中継が入ることになった。本当ですか？うん、それだけみんなが熱心に訓練してくれてるからの。おお、燃えるな。最高の装いで訓練しますよ。それでいて家庭的に。みんな浮かれすぎですよ。公務員は黒子に徹するのが本分です。本当に税務署デカは硬いんだから、少し湯通しした方がいいんじゃない？ドンさん。うん、え、なんじゃ千葉木。ドンさんのおかげです。本当にありがとうございます。いや、そんな泣くことじゃないじゃろう。感動しているんですよ。最初はドンさんのこと正直あれだと思ってましたが。正直どう思っておったんじゃね。訓練していくうちに自信が湧いてきたんだよな。初めから課長は最高にこれを分かっていたんですね。そうそう、おかげで家庭生活も充実してきたわ。みんなまだ本気で訓練だと思ってんじゃな。公務員制度改革の今、今日は公務員制度改革の一環で実験的に行われているハイブリッド警察が目覚ましい活躍を見せてると聞きやってまいりました。本日は生みの親であります行政改革担当の大岩熊太郎大臣にお越しいただいております。ああ、よろしく。早速ですが、素人考えですと刑事には専門的な知識が必要という気がするのですが。あ、とんでもない。むしろその逆です。例えば昨今問題になっているサイバー犯罪、これは IT の知識がないといけません。ならば IT に詳しい専門家を刑事にする。育児に関する犯罪には保育士デカ、教育現場の犯罪には教員デカといった具合に。なるほど。市民に奉仕する精神は公務員みな同じ。ならば垣根を越えて大いに兼任するべきなのです。さすがトヨタ店が自信を持っておすすめするスライドドアシリーズだ。最高のスライド具合だ。そろそろ時間だな。子猫デカ、準備はいいかい？他のみんなも準備は最高かな？ちょっと待って、あれは誰なの？あんな奴ら、うちにいたかな？よし、警備は手薄だ。本当に大丈夫なのか？見てみろ、あの連中がそんな警護ができるような顔か。楽勝だな。よし、行くぞ。来たぞ。止まれ。突如誘拐犯が現れました。大丈夫ですか？大丈夫です。彼らは毎日50回以上も襲い続けられ、全て退けてまいりました。そうですか。でも見るからに娘さんは誘拐されてますけど。なんだと？大変なことになりました。大臣の娘さんがカメラの目の前で誘拐されました。おい小泉、どうなってるんだ貴様。首だ、首。いや待ってください。大臣、大丈夫です。何が大丈夫なんだ。誘拐犯はハイブリッド化の刑事が扮しているんであります。どういうことだ。いや、つまりやらせってことでございます。やらせだと？エイコさんを連れてくるんじゃ。いや、一体何のことでしょうか。私らが飛び出す前に誰かが飛び出していって。つまり今のは本物か。うまくいったら。抵抗どころか泣きじゃくってたしな。あなたたちは何者ですか？スキーでもないのにそんな場違いな格好をして。あんたに言われたくないよ。お前の親父さんに恨みを持つもんだ。悪いがしばらくおとなしくしてもらう。パパに？このお嬢さんを倉庫に。ちょっと、倉庫ってどういうことよ。話しなさいよ。